はい、毎度おなじみ雄大工部代表取締役社長の三浦理と申します。先ほど言った大津沢の車の事故のことを喋ったと思うんですけどですね、ちょっと少しテーマをまた変えましてですね、ある YouTuber の、ね、ある出来事で喋りたいと思います。YouTuber と言いますとですね、あの鉄道系 YouTuber のスーツが何回か喋ったと思うんですけどね、そいつたちと別にですね、ある YouTuber がですね、またとんでもない発言をしたということでですね、ちょっとさすがにこれはちょっとまずいんじゃないかなと、ちょっと喋りたいと思います。はい、で何かと言いますとですね、YouTuber で捨てハゲってご存知でしょうか。捨てハゲで、こちら何者かと言いますとですね、中央大学のなんかその、なんか在学してるやつなんですけど、なんか年齢が21か20ぐらいなのかな、そいつ。捨てハゲ。出てくるかな。中央大学は経済学部に勤めてですね、なんかこういうなんか YouTube をこの中で流してるやつなんですよね。ちょっと待ってくださいね。見えるかな。こいつなんで、これが捨てハゲってやつなんですけどね。こいつがですね、この前その天皇陛下がその4月30日に退位してですね、上皇やったじゃないですか。その時にね、こいつがまたなんか動画を流してですね、またとんでもないこと言ってるんですよね。なんかとんでもないことを言って、なんかね、天皇陛下その明仁親王、まあ、上皇様が罵るってことを喋ったんですよ、こいつは。本当にですね、本当に何を考えてんだと本当ね思ってるんですよね。で、何を言いますと、なんかその明仁親王、その天皇陛下を、明仁親王様をですね、その昔その大学生の頃半年にわたってその外遊したんですよ、と当時で。その時をですね、なんかその退院不足で新中で留年回避するためにですね、旧態で強行生になっていることをですね、それをですね、ふざけんなとかと言ったんですよね。これはですね、さすがにこれはふざけんなっていうのはちょっとですね、ないとは思うんですよね。なんかその明仁親王様もですね、そういう外遊ってさ、その皇室のお仕事もやっぱ兼ねてるわけですから、そういうのをですね、何も調べ、ろくに調べもせずですね、そういう悪口を言ってんですよね、本当に。で、あとなんか大学を留年するクズとかってなんか言ってるんですよね、本当に。いや、大学留年はね、確かいろいろ理由はあると思うんですよ。例えばその海外で留学してから留年しましたとかですね、留年は実はいい留年と悪い留年があるんですよ。で、今回その昔明仁親王さん、多分学習大学だと思うんですけれども、これはいい留年って言い方もおかしいんですけれども、だと思うんですよ、やっぱり。で、何外遊とかってその遊んでたんだろうって言って、ちょっと遊んでてたっていうのはですね、ひどいんですよね。あとなんかで、なんかその皇室の大量のお金を使ってですね、なんかね、そうだ、遊ぶ方でったっていうのを言ってるんですけれどもですね、本当にこれはちょっとですね、まずいよですね、本当に。あとね、その自分はなんか捨てハゲはなんかその留年をしたことないのにかかわらず、その日本の象徴とか笑わせてくれるんじゃねえとかって言ってるんですけれどもですね、いやこれはちょっとね、ひどい、ひどいっていうかせ、お前なんか何を考えてんだよって思いますよね、やっぱり。で、あと眞子さまでしたね、秋篠宮さまの、ね、その娘、その眞子さまがいらっしゃるんですけど、この前で小室圭がと関係してるやつなんですけど、婚約者なんですけれども、そのこんなんだか日本の天皇は眞子さま小室圭に取られるんだよって言って、恥ずかしいってありゃしないって言って、小室圭とかショーン圭みたいな名前とかって言ってんですよね。で、捨てハゲが出て俺と結婚したから100倍マシとかって言ってですね、言ってるんですよね。もうひどいですよね。で、あとそいつはなんか合衆あと学習院のことをバカにして、学習院をエフランとかって言ってんですよね。もう学習院もそこそこ頭いいですから。だって昔の
安倍内閣の麻生太郎も一応学習院に出てますからね、そこそこ頭いいのにですね、で中央大でも自分の中央大行ってるから自分でも天皇になれるとかって言ってるから、ね、それはちょっとそれは無理だとは僕は思うんですよね。はい、であとですね、加藤様とやらせろとかって言ってるんですね、加藤様のやらせで新しい天皇を作って新しい皇太子を作ってやれるとかって言ってですね、いやそれはないだろうって思うんですよね。でなんでさ、あの俺が一番疑問に思ってなんでそこまでその昭仁親王さんそこからさ、そのなんか無期になってその違反してるかって俺にはそいつは理解できないんですよね。別にその昭仁親王さんは親戚でも別になんでもないんで、なんでもないのとか、そこまでなんか悪口言ってふざけんなとかってさ、無期だと怒る理由が俺には分かんないんですけどね。別にそのまあ確かにそのまあ明らかにその動画をまあ、まあ、今まだあるんですけれども、見ればわかるんですけど、かなり無知になってるんですよね、なんか。で無知になってですね、あの悪口を言ってるので、あのまあ、例えばさ、自分のその身近な人でさ、まあいいよ、恨んでる人だったら、そのまあ、悪口言ってみてわからないところないんですけど、剣道陛下とは別にこの捨てハゲとはですね、何も関わりはないわけなんですよ。別にこの捨て恥でも別になんか右翼でも何でもないし、別に皇室関係の人間でもないので、ただそこらで大学生なんですよ。そこまでで切れる理由が僕には分かんないんですよね、本当に。なのでですね、あんな無期になって佳子さまでやらせろとかですね、本当にちょっと頭おかしいだと思うんですよ。でこいつそのね、あの大学をその何回もコロコロ変えてんすよ。お前は何なんだって話で、あれ絶対そいつだって絶対大学コロコロ靴変えないじゃないか、普通そんな学院なんて多分親にも多分奨学金とか払ってるのかなだと思うんですけれどもですね、その大学をコロコロ変えてる時でもちょっとこいつちょっと頭おかしいんですよ。やっぱり大学ストレートでそれ留年とかって言ってて、自分は大学変えてお前はどうなんだよって話して、絶対問題があるから変えたんじゃないんですかってさ、僕はそう思います。やっぱりまあ俺にも考えて他の人も多分そうだと思います。なんであなた、あと就職活動でもなんでこの大学コロコロ変えたんでって絶対質問は出ると思うんですよね、やっぱり。なのでですね、本当にそういう捨てハゲさん、本当にこういうのをですね、天とか、あとはその天皇陛下ってです、まあ、本当にお疲れ様ですって言いたいですよ。なんかその上皇がその200あの上位についてもなんか悪口を言ってですね、ただその余ったれんじゃねえとかって言ってるんですけれどもですね、そのそれとは少しまあ理由があるから、その一発で上昇をわきまえてですね、なんか上位をしたわけでありましてですね、決してその 余ったれとかそういうんじゃないと思うんですよね。やっぱり天皇陛下も多分人間ですので、もう85歳だったのかな、もう今昭仁親王さんも昭仁上皇様ですね、本当に。なのでもうだったらその上位せずに90歳100歳までやれって言ってるようなもんなんで、それはねさすがにですね、引退はもう考えるとも思うんですね。まあ本当にこれからの皇室は広宮天皇陛下さんもですね、今後はどうなるかもきっとまあ動向もこれから見ようと思います。はい、雄大コープの三浦雄大でした。ご視聴のほどありがとうございました。